とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、クエストをクリアしていきたいと思います。昨日までが辛かったのよ。アポカリプスプラスを最大レベルまで上げて、で自分の装備がそのままだったのでめちゃくちゃきつかった。でもついにできた。装備が完成しました。はい、見てください。166とか、まあ、160台の武器防具ですね。アーティファクトも160ぐらいのやつをしてます。まあ結構ね、つらかった。アポカリプスプラスの、最大レベルにするように、まあこの村の商人でね、ちょくちょく買ってちょっとずつレベルを上げて、上がりきったところで鍛冶屋でレベルアップということですね。全然違う、全然違うのよ。あのね、ちょっと前まで装備してたのこれぐらいよ。113の締め具、近接武器のダメージが708でしょ。708、これが165を超えたぐらいでこうなります。6176。全然違う、全然違う。そりゃダメージ与えられんわっていう感じですよね。で、エンチャントも違うんですよ。エンチャントのダメージ、衝撃波が17000ダメージあります。輝きも7000回復して、旋風なんて22000ですよ。ダメージが半端じゃない。これならいける。で、防具も見て、HP プラス56000ですよ。56000。もう前回ね、以前装備してたやつって、HP まあ6000台なんですよ。6000とか、まあ5000後半ぐらい。そりゃワンパンされますよ。10倍になった HP が。弓もダメージが12000から30000。これは強くなった。強なりましたよ。はい、ということで、今日は、ここ、行きます。ちょっとね、昨日まではね、全然行けなかったんだけども、まあ、ここをサクッとクリアしてみましょう。では行きますか。鍛冶屋に預けて、レベルアップさせるときは、敵と戦わず、いいところがいいですね。例えて言うと、そうね、クリーパーの森とか、あとは湿っぽい洞窟、全く戦わんでいいところで、クリアしていくとなんとかいけました。エンチャか。帯電ついてるじゃん。ちょっと帯電無理。帯電は無理っす。帯電はね、はっきり言って、一発のダメージが5万とかくるんですよ。帯電。なんで無理？よし。お、全然戦える、全然戦える。あ、いや、ちょっと待て。待って、エンチャが来るときつい。やば、やば。これ重力パルスはやばい。いやいや、このね、衝撃波でなんとか やれてるけど、きつっ。強さ、ぐい。いや、こっちのダメージもすごいっしょ。おい、ちょっとえぐすぎる。えぐ。あ、これね、装備品レベルアップしたからって言って、めちゃくちゃ楽になるっていうわけじゃないわ。きついのには変わりない。きついに変わりはないですね。これはやばい。あ、でも雑魚戦はまあいけるわ。雑魚はいける。攻撃もね、3発ぐらいは耐えれるのかな。3発ぐらいは耐えれそうなので、なんとかいけるけど、いや、でもそれですらちょっと辛いな。締め具のこの範囲の狭さでやるっていうのは結構きついね。おい、もうまあ、エンチャント来たらもうほぼき、積む。ちょっと待って、ダメージ2万とかやめろ。ダメージ2万はやめて。ちょっと待って。これね、周り囲まれると積みますね。
周り囲まれると積む。なんでちょっと距離離して、おあぶね、衝撃波でダメージを稼いでいくのが一番いいですね。いやつら、ダメージえぐいし HP もえぐい。 OKOKOK、 分かった分かった。まあなんとか戦ってはいけるっていうのが分かったね。でもこれなんだろう、アポカリプスプラスって敵がね復活してくるのよ、生き返ってくんの。だからきっついな。ちょっと待って、ドラ入れていこう。ドラインでいきたいと思います。 SP エグいんでしょ。おお、ええ、何一発で倒した。ボスの HP は低いのか。なるほどね。まあまあとりあえず全部の装備品のレベルを上げきったら、まあ戦っていけますね。ギリ戦っていける。でも俺多分まだね、これ上がりきってないんだな。このバトルローブ164でしょ。で、ステージの適正は161なんですよ。一番レベル高いやつでも。なんで適正ではあるんだけども、171の防具手に入れたんですよ。こっち HP73000 ですよ。73000。見て。もう15000以上の差があるんで、多分170台に全部すると、全然違うと思う。武器も、多分、締め具のね、ダメージが、おそらく8000か9000いくと思うので、違ってくるよね。アーティファクトの衝撃波も多分2万超えてくるし、旋風に至っては多分3万近く出ると思うので、まあ、170台を目指して、ちょっと、鍛冶屋にお願いしていけばいいのかもしれませんね。はい。まあ、とりあえず、今日はなんとかアポカリプスプラスのレベル20をクリアできるようになりました。はい。またね、ちょっとどんどんやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。